ネビルガリバトに提言間違っていることを証明しろ。現役時代にマンチェスターユナイテッドで活躍したネビル氏は、私の見解としてはユルゲン・クロップの退任の影響は大きなものになるだろうと予想し、今季苦戦すると予想。リバプールは遠藤、ソボスライ、マック・アリスターの3人を擁し、信じられないほど素晴らしいパフォーマンスをこの3人から引き出していると思う。あの中盤がシーズンを通して持ちこたえられるかどうか、私は本当に疑問に思っているよ。もしまたそうなったら、私は彼らに脱帽する。よくやった。信じられないとね。私が間違っていることを証明してみろと語り、リバプールに挑戦状を突きつけている。今さら証明するまでもないだろ。ガリー・ネビルはいつも間違っている。ネビルから遠藤って名前出るだけでなんか感慨深いね。昨シーズンもリバプールは低迷すると豪語して、結局3位で終わって、リバプールがこんなにやるとは思いませんでしたとごめんなさいしてたね。オールドトラッコードでやるんだから、そこが一つの試金石。言ってもネビルの予想順位だとリバプールは4位と、それなりの評価なんだけどね。逆神のネビルさんがこう言うならフラーフェンベルフが覚醒しそうだな。2部上がりのエクスウィッチに勝ったことでフラーフェンベルフが救世主みたいな扱いになってるのが笑える。注意以上にあのアンカーで通用するのか楽しみだわな。オランダ人監督だから、オランダ人優先なのはいつものこと。5は、やや差別主義。こうして見るとイギリスの方は公正で実力主義なんだな、と思う。マクアリスターはコパアメリカで決勝まで戦った。それでリーグ戦と CL、1週間に試合やらせたら故障するか不調に陥る。今季のリバプールは CL 出場権は厳しいと思う。ネビルが後押ししてくれたので今シーズンのリバプールは安泰。